そちらこそ元気ですか？元気です。ありがとう。こうさん、ありがとうございます。あ、ねたろうさん、ありがとうございます。くま。あ、熱出てソロイベ行けなかった。ああ、全然。お大事にしてください。同じのか。え、見つけて。どこの店だっけな、わかんない。分かったら教える。 かわいいでしょ。たまちゃんです。たまごやきって2つつけたね。 あ、マリモありがとうございます。くまね、ないでしょ。そうなんですよ、私も頑張って探して、めっちゃ頑張った。千葉の田舎めちゃくちゃ言ってた。嘘、私も田舎なんだけど。テテラパードさん、ありがとうございます。よだどもさん、ありがとう。あ、ワイプさん、星ありがとうございます。サミットにあるよ、だって。 キャラパキ福岡ありました。おー、あ、ねえ、昨日のサムネイル全力コールありがとう。めっちゃ気づいた。嬉しかったです、会えて。前座ってさ、誰がいるか分かんないからさ、嬉しいんですよ。会えると、私の。雄大さん、ハートありがとう。タンくん、ありがとうございます。くまー。おー。さよならモーリーさんに気になりました。ありがとうございます。嬉しい。マサさん、ハートありがとうございます。やっぱり映ってきた。 あ、萩の子さん、ありがとうございます。最善だったね。サミットは関東にしかないの？え？それはびっくりです。あ、愛知は見つけられんかった。あら？アルファリーミラーさん、ありがとうございます。コパブリックさん、ありがとうございます。そう、電車の衣装めっちゃ可愛いんですよ。コパブリックさん、ありがとう。カリーニンちゃん、ありがとう。原田さん、クマありがとうございます。ね、私の、そう、うちわ持ってくれてるかい、もう、ありがとね。びっくりした。そうだよ、今日は卵焼きカラーの色です。じゃん、アームウォーマー。うん。 女性限定入れない。 え、知らないの、サミット。あ、前座の写真もっとあったら見たい。了解です。ちょっと明日送ります。チャーシーさん、ありがとうございます。そう、今日初めての方も何人かいたみたいで嬉しい。もう卵焼きイメージして、その服。そうだよ、あのさ、こういう卵焼きの色のあるじゃん、わかる？なんかこう分厚いのじゃなくて、丸くて、なんかこう一本一本なんかポロポロする卵焼き。わかるかな。 あ、イケボさん、ありがとう。中地さん、ありがとうございます。例の写真ですか？ この後送ります。トラッキーさん、ありがとうございます。あさん、クマありがとう。 だし巻き卵のイメージ。 そうかも。ありが、あ、お、え、ありがとうございます。タワー、ありがとう。愛ちゃんのソロファミ楽しかった。ええ、嬉しい。ありがとうございます。マー君、ありがとう。この間公園もいましたよね。立ち見で見てた。どうだった？ 見えた？
ありがとうタワーになっちゃったありがとうタワー、ありがとう最前真ん中ありがとうございます。あ、スオンヒロさんありがとうございます。ハートありがとう、ありがとう。よかった。シュガキさんありがとうございますまだ変顔のメールが来ない。そういうのは最後に取っておくべきだと思うので3通目にします。ショールーム終わってからぴょんとすぐ来ますよ変顔っていうかエリちゃんがやってた、私が待ち受けにしてるエリちゃんの顔を真似してみました。私そうです、3通目そうね、期待してます。ファミソンさんありがとう、ハートそれは待ち受けにします。どうしよう、ちょっと変な顔しちゃったやばい、もうちょっとマシなやつにしようかな。ちょっとみんなはどういう変顔を想像してるわけなあ。うーんとんでもない顔ってなんやねん全力のやつ、全力のやつは引いちゃうでしょ。あ、愛子ちゃんだ、ありがとうございます。くまありがとう私寄り目得意、寄り目なんかめっちゃ、あのね、めっちゃ昔なんだけど、あの15期さんのお披露目の武道館コンサート、研究生武道館のコンサートの時になんか小見晴さんがあの目のリレーみたいなやつをやってて、そう、それをすっごいちっちゃい時から覚えててめっちゃねやってた、ちっちゃい時から。でもね、怖いって言われるの、やると。そう奈々さんのメールで白目を飛ぶんだそう、奈々さんと同じ顔したの。ソーンさんありがとう、テローさんありがとうございます。謎のマリホーさんありがとう、マリホー。カニの純太郎さんありがとうございます。コミちゃんさんありがとうございます。そうなんですよ、メールた止められる可能性もあるからね、本当に。あ、え、イケボさんありがとうございます。それイベント可愛すぎたよ、ありがとう。あ、スウォンヒロさんありがとうございます。うわ、ありがとう。ちょっと少々お待ち、これは多分あれですね、母の日の、ギフトだ。違う？キモさん、ありがとう。ありがとう、ファミも来てくれてありがとうございます。てかさ、みんなさ、ソロファミ終わった後卵焼き食べに行きすぎ。もう。アイちゃん沼じゃなくて卵焼き沼にはまりましたね、皆さん。スワン、ヒロさん、ありがとう。わー、わ、カーネーションってどうやって書くんだろう。ちょっと待って、絶対これじゃない。
絶対これじゃない、多分これは違う、難しいな。お花って言われたらこうなっちゃうよね。孫さんありがとう、ありがたわ、ありがとう。今日は母の日、皆さんあげましたか？はい、めっちゃ見てるよ、推しメン早物勝ち。なんかね、本当にあれが人生で初めてのなんかライブコンサートだったので、もうめちゃめちゃ記憶に残ってて、ミワさんが何やったとか本当に覚えてるし、あの研究生のあの白セーラーみたいなやつもめっちゃ覚えてるそう、あ、鳥さんありがとう、カッツンさんありがとうございます。ちょっと待ってね、今追いついてます。おーい、卵焼きに推し変はするなありがとう、あつしさんありがとうございます。母の日そうね、卵焼き持ってきてる人もいたよね。なんかね、あれも私も好きだよ、よく食べてる。花束みんなあげたんだ。あ、ゼロさん、のりさんありがとうございます。ポニーさんありがとう。あいちゃん野球見てますか？見てますよ。あ、フタヌンティーしたの、かわいい、すごいそうですね、卵焼き幸せだった。なんか高い卵焼きスタッフさんがくださって、ありがとうございますってめっちゃ言ってきたは今日コンタクトが入ってるので、今日は透明の愛理ちゃんも堪能できたりしますあ、えだしさんありがとうございます。一番おいしいのはやっぱりお母さんの卵焼きが本当においしくって、おいしすぎた。お母さんの卵焼きはいつも運動会とかに入ってたりとか、お弁当に入ってたりとかして、もう美味しすぎて、それのせいで、それのおかげで卵焼きに人生を捧げられる。これマジ。カフェで売ってください。やりたい。なんかさ、自分でメニュー考えるみたいなやつやってみたい。ね、キーちゃんのは本当に甘くて私の好みの味ですね。そうなんですよ。直太郎さんありがとうございます。中地さんありがとう。そう、私が頼んで持っていきました。だから昨日素手で卵買いに行ってた袋もらうの忘れて、そう、卵のパック初めて素手で持って道路を走った。そう、卵焼き本当に美味しかった。次、今度は愛理ちゃんが卵焼き作るイベントしてください。めっちゃシュールじゃない？今日食べてた時もさ、みんな大丈夫かなって思いながら食べてたけど、どう、大丈夫？めっちゃシュールだよ。あーとか言って。かなりんさん、ハートありがとうございます。水沢信号機さん、ありがとう。そうそうそう。そうよ、昨日の卵。こんばんは、マサさんありがとう。違った、そうですよ、伏線回収そんな大した漫画みたいな、そんな伏線じゃないですけどでもね、気づいてる方もいてよ、明日の卵焼きよみたいな感じで、無言の時間の中で最も幸せな時間だったよかった、それはとても良かった。あ、遅れた、大丈夫よ。盛大な伏線そうなんです、フルートもね、もし
あの会場のあの関係でできなかったんですけど、やってみたかったなってみんなの前で。なんかお家はちょっとさ夜とかだとできないし、お昼にさふわーとか吹かれても困るかなってそれチアはなんかやろうと思ったんだけど曲が使えなくて。縄跳びちょっとシュールだったでしょ。でも私本当に練習してなくって、でも一番スタッフさんに驚かれた、本当にできると思わなかったって言われたできるよ、幸せそうに愛ちゃん食べる、愛ちゃん見るだけ美味しかった。イベントでね卵焼きを作ってもらったの、お母さんとお姉ちゃんに。あとは高級卵焼きと安い卵焼きで、なんかちょっとそう最初に一つ食べたものをその中からどれか当てるみたいなやつ。縄跳び天使、そうなの。見てない方もね、縄跳びはどれだけシュールかっていうのは多分想像つくと思うめっちゃシュールだったよね、シューンシューンって。そうなの、はやぶさ、あれなんていうやつだっけ、はやぶさ多分。縄跳び怖かったそうなんですよ、なんかあの結構ね近かったよねあれ、本当にごめんあのあんなに私自分でもできると思ってなくて、自分に期待してなかったよ本当。そして二重であやとびみたいなするやつ、シュンシュン、あれできると思わなくて、ただ挑戦ぶつけ本番でやってみたらできちゃった当たったら死ぬほど痛いよねだって。そう私ね縄跳びガチ勢だった、小学生の頃とか縄跳び大会とか記録とかのやつってどうしても一番取りたくてやってた。毎日休み時間に練習してやってたトラッキーさんありがとう。そうなんかファン、スタッフさんにも言われました、あの天井だけには当てないようにって言われた運動神経の良さは遺伝、お母さんが運動神経すごい良くてマラソン大会とかもすごい早かったりとか、お父さんも野球やってたから結構良かったと思います。プレッシャープレッシャー、縄跳びにガチ勢いるんやだってあの縄跳びくださいは、それはさすがにマニアックすぎませんか、一回しか使ってないよだって。え、そうステージの上だったら絶対当たってたよね、だってあの制服レディスタンス踊った時も怖かったんですよ、下がどん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 言ってもう怖すぎ。あ、平場さんありがとう、ハッタありがとうございます。野球好きお父さんの影響、そうあのねお父さんも好きでお兄ちゃんも野球やってて、ちっちゃい時の土日とかはチアやる前はほとんど野球についてってたから、こんばんは、ナス綺麗だった嬉しい、ソンさんハートありがとうございますナオタロさんありがとう、トラッキーさんハートありがとうございます。野球の話たくさんしたい、え、しよう、たくさんしましょう、始球式やりたい早口言葉でね絶対これ出てほしくないっていうやつが何回もね、もう私に読んでほしいのかってレベルで出てきたからやめた、めっちゃ省いてたよずっと。
始球式出たい、投げたい、キュンです、うん、こんばんは。私も高校野球派です。もうずっと甲子園、もう小学生の夏休みは宿題よりも甲子園本当に甲子園でしたよ。アルビカルビ10回、アルビカルビ、アブリカブリ、アブリ、アルビカルビ、アルビカルビ、アルビカブリ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 、アルビカルビ、アルビカブリ、いいよ。トラッキーさん、ありがとうございます。ちょっと待って、初めましてじゃないやろ。除雪車所長所長作業、除雪車所、除雪車除雪作業中、除雪、除雪車除雪作業中、除雪車除雪作業中、除雪車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 除雪、あ、そういうことか、切り方が違うのか。除雪車除雪作業中、除雪車除雪作業中、除雪車除雪作業中。おい、何回正しく言えと、封印封印、そうだよ、みんなの記憶消したから、これは何人か分かってないはず。なんかダメ、写真修正書が言えないんだよね多分。写真修正書、写真修正書、ドヤ顔プラマイゼロ、イエイ。30分になったらキャラパキ開けよ、パカーって開けよ。写真収集書、友達がいちゃんの作業が可愛いって言ってた。写真数清掃、写真数清掃、好きなひらがな、あ、アイリーの、あ、愛してるの、あ、あは、あと他に、あ、あ、あ、アイリスの、あ、うーん、あ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 っち向いてんの、あ、あっち向いてほいな。作業を言うの難しいよね。さしすせそ、なんかさ、空気がふわーって出る。さしすせそ、さしすせそ。特定、認定された特技は、結局、何個だ？ダンス、聞き卵焼き、ファンの方のお名前を当てる。あとなんだっけ。縄跳び、縄跳びね、あ、めっちゃ忘れてた。あと何、審議が早口言葉でですね。電車で迷う、それも審議ですからね特技と言えないんですよ。え、聞き卵焼きって審議だっけ、嘘歌壇最新しますね。電車でゴー、忘れ物得意もう本当に嫌、忘れ物もよね、なんかいくら違うんだよ、忘れ物が多いんじゃなくて欲しいものがどんどん増えていくの。あ、これも持ってくればよかった、あ、これも持ってくればよかった。得意、電車も得意、電車の何を間違えたかって言われると何にもこうシンプルなんですけど、の待ってる番線が違ったんだよね。
なんか来るの早いなって思ったの、電車。でもさ、ねえ、みんな考えてみて。エレベーターでさ、自分が降りない階でも降りたくなるじゃん。わかる？ 降りたくなるのよ、あ、行くと。あ、行くとな、降りたくなるんよ。ね、わかるでしょ。それでと一緒。開くと乗っちゃう。あ、30分だった？キャラパキタイム。今回は、キアラちゃん用に買ったシナモンちゃんと、三好のマイメロちゃん。ポチャコ？これね、ランダムなの。一緒に開けるやでー。本当に？やったー。そう。これね、ランダムなの。怖くない？一番、あ、そう、キーちゃんにいいよって言われたから開ける。入試やんだ。バイマイメロ。ああ、鍵見はないんですよ。そうなの。なんでいつもさ、ハンギョドンっているの？ハンギョドン。だってさ、ポムポムプリンの方がさ、2位なのに、総選挙で。2位なのにハンギョドンの方が多いんだよ。なんで、キイちゃん。キイちゃん一緒に開ける？これシナモンなの？シナモンじゃない。ランダムだって。なんで？怖いよね。なんで？どうしよう、これでハンギョドン出たら。うわ！かわいそうですよ、ハンギョドンが。ハンギョドンも可愛いけど、違う。ポムポムプリンよりもハンギョドンの方がグッズ多いから嫌だ。そういうこと？みんな、一緒に開けようね。あ、本当。行きまーす。開けまーす。せーの。ハンギョドンください。好きなの？こっちから開けるの？確かに。1個目。ハンギョドン恋じゃない。願わないのよ。私って本当に引きがいい。だからこっちも OK。 開けられなかった。やった、引きめっちゃ強い。私本当に生自信もそうね。1は何だろうね。これは嬉しい。ホームさん出た。みんなありがとう。これはキイちゃんね。おお、クロミちゃん。もういいじゃん。かわいい。安心して、安心してください。治りました。治りましたよ。治ってる。大丈夫、割れてない。かわいい。大丈夫大丈夫、食べれるよ。食べたら一緒だもんね。キイちゃん、すごーい、ポムポムプリン出たー。嬉しい。やったー、みんな何出た？一緒に開けるって言ってたの。あ、
シナモンとポチャッコ出たって。ポンポンプリンは割れてないよ全然。やったー、レイキちゃん、はい、今食べる？食べない？じゃあ後で記念にスクショ。ひーちゃんの携帯で借りてもいい？写真撮ってもいい？ちょっと腕落としそうね。これどこにあるか分からん。あ、アプリで撮る。みんなにスクショタイムしてこ。うん、嬉しい、優しい。うん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 。どうして、どうして、どうして。みんな。スクショタイム。え、どうしてつかないの？私の携帯はもう終わりを迎えたのかい？落ちないように。うん。嬉しい。そうね、確かにちょっと食べにくいかもしれない。ん？後でいいよ。後で写真撮って送る。ん？ありがとう。なんでつかないんだろう。落としてないよー。ん？コンサートの近くに来て。あれ？練り歩きとかってこと？入った。ん？あ、いいな。なら行けた。おお、なんか何が違うんだろうね。あ、ミュージックペアありがとう。前髪めっちゃチョコの匂いする。食べたい。うん、食べられない。うん、取れた、ありがとう。なんか踊ってる人。ありがとう。嬉しい。アイポム。あ、質問揃いべが終わってから浮かんできてしまった。え、いいよ、今質問してくれても全然。猫の音聞こえる？面白い。え、ちょっと聞こえる？全然大丈夫。いい。キャラちゃんが美顔器を。さすが美容。うん、ありがとう。ファミも公演もありがとう。キキキャラパキってなんやねん。何味なのサンリオキャラパキ。え、普通にね、多分チョコだと思います。でもなんかピンクの部分とかもあるから、何味なんだろうね。ね、ソララの生誕ポスター、私も見に行きたかったけど、いつまでやってるんだろう。いちごかな、ブルーベリーの味。ブルーベリーは、イントネーション、ブルーベリーとかいちごの味がある。おーおー、キャラパキのプロがいるぞ。ポムさん、キャラパキな、
あ、難易度低いんかい高いのかと思ったよかった、簡単なんだね。なんかでも私も見て思った、なんかくるみちゃんの方がすごい難しそうだった。これくるみちゃんの方がなんかいろいろ、ほらほらほら、あ、待って、くるみちゃん、くるみちゃんのここ耳のさ先端の丸部分ももう取れちゃってるもん、ごめん。私も質問コーナーやると思ってなかったそう、でもちょっと時間が、そうなんですよ、あったからね。あー、ちょっと内緒で。みんなみんなビバースって見てる？私はすっごい見てるよ私はすんごい見てる。でもなんかやっぱりメールの方が慣れてるからあれだよね。うん、メールはもう慣れてきたし、何を何どんな変顔をしてもいいってことが今日分かったからそう、私もどういうものかあんまり分かってないんだけど、とりあえずみんなに送ってて、なんかね、いろいろ難しいんだけど、なんか自分はこうどのファンの子にこうな、例えば今日ご飯何食べたってファンの子が送ったとして、私がそれに返したらみんなも見れるんですね、他の子も他の方も。そうだから難しい、私もこうなんかメンションをして755みたいにできないんですよ。それも謎でしょ、ちょっと難しいけどね、楽しいよ、とっても。なんか日記じゃないけど、自分が今何してるとか、なんかポンって LINE みたいに送れるからすごいいい。そう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 、あ、既読は私が本当に見てる、見てますし、あのロボットじゃないよそう、こないだ言われたんだけど、自分がちゃんと返し、なんか文をその時その時で考えてます。え、そう、私755ずっとやりたいってね言ってたんだよね。うんうん、そうだね、なんかそうね、難しい話はもうしないあ、ケスティンさんだるまありがとう。そうそうそう、みんな難しいって多分言ってる。あ、縁結びポーズの続きはね今度送ります。あの予定がある日はちょっと送れないっていうか、もっとその日に送っておきたい写真があるから貯めておきます。ちょっと次のオンラインまでには絶対全部。そうですね、送ってきてくれたのに反応してくれるのがいいかも。なんかでも質問とかが あれば返せるっちゃ返せるメール、そうね、多分最初はメールから始めた方がいいと思う。どっちもまだ撮ってないっていう方でなんかどっちか撮ろうってなったら多分メールの方がいいと思う。そう、投稿に返信とかはあんまりなんかね、それも難しいでしょ。うん、そういうこと。こんばんは。
ユワーとウェバーしてインスタ DM。 でもどうだろう、返せないからね。そう、 SNS いっぱいあってさ、あれこれ何に送ったっけこれ何に送ったっけってなってる。ふみふみちゃんありがとうございます。お花ありがとう。キャラパキ買ったらキティちゃんだった。あー、私はポムちゃんとくるみちゃんですけど、ちょっとシナモン欲しくなってきちゃったな。ちょっとキャラパキでさ、やったことある人いる？何が一番難しい？キキララとかかな。ってことは、こんな8分の1を当てた。すごくない？びっくりしちゃった、自分も。あ、ポムさん出た？やったねー。割れないように食べるんですよ。そうね、見るのめっちゃ早くするようにはしてる。なんかリアルタイムでね、感じたい、その返信とか何が嬉しかったとかさあ、何がどっかイベントで終わって何が良かったよとか、まあすぐ見る。シナモンも出たのであげたいです、だって。かわいい。シナモン私も出せるように頑張ります。キティちゃん推しだけど、アイちゃんの影響でポムさんに推し選手の。キティちゃん、キティちゃんもかわいい。キティちゃん、私、パス、あの、スマホケースに、スマホケースじゃない、パスケースに使ってる。AKB の、コラボのやつ？これ。ちょっと待って。キリミちゃん好きなの？サンリオ DD じゃないよ。サンリオはポムさんとマイメロが好き。ちょっとキャラパキ開けたらバキバキのポムさん出てきたって、もう割れてるってこと？あー、おもろい。クロミちゃん推し？クロミも可愛いよね。クロミちゃんめっちゃいい子。でもみずみんが好きって言ってたからさ、クロミちゃんのグッズとかたくさん見るけど、本当に可愛い。サムさんもよろしくお願いします。サムさんよろしくされちゃった。あ、ポチャコもわかる、可愛い。ダメダメ。やばい、タキシードサムの一番くじそんなに使ったの？確かに割るまでもないっていう。クロミちゃん弾けないの？クロミちゃんパワーを、送りました。バキバキプリン。確かに腹筋、腹筋。私がさ、いつも書いてるやつじゃん、お話し会のさ、サイン会あるじゃん、オンラインだと。そう、今書きます。本当にね、私いつもなんかやだって言われるんですよ。とても可愛いと思うんだけどね。お筋肉ムキムキの人は全体的にこう硬いがいいですよね、きっと。
京都正弘さん、だるまありがとうございます。いっつもこの足の形にしちゃうの。あー、これはどうなってるんでしょう。うん。あ、こんばんは。これは見ないとわかんないんです。どれだけ私が多分説明しても。お、凛々しい顔してる。なんやこれ。あ、さん、ありがとうございます。お花グーさん、ありがとう。ポムさん、ムチムチじゃないよ。特急特技、え、あ、あえも良かったですね。スクショ見せた。男前なポムさんですね。これは手伸びたよね。複雑骨折とか言うな、言うな。もういい感じ、手伸びた、わかる、私も思った。トラッキーさん、だるまありがとうございます。腹筋増した？ちょっとトレーニング頑張ったのかも。やっぱりね、成長してるんだポムさんも。全治3週間。ひどい怪我ですね、それは。今日の夢に出てきそう？ダメ。寝ないで今日。恐怖になっちゃう、トラウマになっちゃう。三住ひろきさん、ありがとうございます。そう、足がクロスしちゃうの、いつもなんか描けないんだよね、普通の足。おしなちゃん、ありがとうございます、ハート。あ、違う、ちょっと待って、ポンポンプリン初めて見たけど、そういうキャラなんだ。ちょっと違うんですよね、本当のポムさんは。もっとこうポテッとしてると言いますか、本当に極端に描くならこうなんですよ。なんか寂しそうなんだけど、このポムさん本当はこんな感じ。あー、その意味、ありがとうありがとう。はい、夢に愛ちゃんが出てこない、たくさん考えてください。あ、これはなんかつぶらない瞳じゃない、全部。なんで。それな、めっちゃ哀愁漂う虚無なポムさん、顔と胴体が分かれてる。あ、確かにね、これが一緒だった。プリンくん、何があったんだろう、筋トレしすぎてリバウンドしちゃった。美味しいもの食べすぎて。うまく描けない、やっぱり筋肉のポムさんじゃないと。描けない。キョムキョムパリン。おもろい。ソーンさん、ありがとうございます。プラスティさん、ありがとう。そう、筋肉の方がなんか普通にサラサラサラーと描けるんですよ。なぜでしょう。じゃあ、マイメロさん書いてみる？あんまり書いたことないマイメロって。ちょっとこっち、マイメロさん向いてもらっていいですか？ああ。
こんな可愛いリボンつけてたの？マイメロさん、ちょっと耳長くない？飛べそうなんだけど。書いてみよう。クロミも書いて。あ、アギノコさん、クマありがとうございます。うまい？あ、マサさんハートありがとう。マッチョ好きなわけじゃないんだけどね。なんだろうね、マッチョの方が綺麗に書けるんだよね。うわっ、うまっうまっ。え、え、え、ちょっと待って、上手じゃない？ポムさんより前面の方が上手。なんで？前面とさ、二段目は一個できる。でもなんかさ、なんて言うんだろう、マイメロの目を塗りつぶしてもなんか怖くなる。なんか見られてる感。なんか怖くない？怖い。まだマイメロっぽい。本当に？こっちの方がいいってこと？わ、やばい、ずっと見てるよとか言ってきそうだよね。なんかあなたのことずっと見てるよ。ねえ、目に光ないよね。わかる。やばすぎ。これは封印しといた方がいいな、絶対。ね、でしょ。マイメロさん闇だよ、これは。闇だった今は。え、てかもう10時になっちゃうんだけど、どうしよう。1時間の予定だったんですけどね。あら、タワー？わー、アンタロさん、ありがとうございます。じゃあ闇。闇マイメロと一緒に、ありがとうをしたいと思います。本当に怖い。あたろさん、ありがとうございます。ありがたわです。闇すぎる、怖い。大好きピッピー。ねたろうさん、ありがとうございます。え、タワー2本？ん？あ！ありがとう、私が変なやつを書いてるばかりに。じゃあちょっとマイメロさんも書くね。ちょっと書き直して。マイメロじゃない、ポムさんの闇も書いとく。ありがたわ、あんたろさん、ありがとう。
虚無プリンでいかがでしょうか。めっちゃいいね、虚無プリン、かわいい。でもハートつけるだけでそんなに見えないでしょ。ね、虚無に見えないんですよ。あ、スオンさん、あ、ありがとうございます。スオンさんも2本目ありがとう。何がいい、クロミちゃん。これは定番化しなきゃですね、このキョムさんは、キョムさんたち。じゃあね、シナモンにするね、ここにいるから。シナモンってこんな可愛い顔してたっけ。スワンヒロさん、ありがとう。見てシナモン、ちょっと頭が食べられちゃった。へこみすぎ、へこみすぎちゃう、これやばいね。ちょっとシナモンもうちょっと練習します。すいません、へこみすぎ、やばい、メタも殴られた。上から圧があった、もしかしてだけど。ありがとうございます。クロミむずいからね、断念した。うん、もう10時だ、ありがとう。何分から始めたっけ。3分、あ、じゃあ3分でちょうど1時間だ。ありがとう、みんな今日も一日幸せでした、ありがとう。え、ラバーキーホルダー付きの三尿の海、調べます、調べます。ありがとう。じゃあ今度お絵かき配信でもしましょうね。なんか最初の方もよくやってたんだけど。じゃあランキングを読ませていただきます。ありがとうみんな、いきます。13位、ケーセティンさん。あ、ありがとうございます。ファミもありがとう。12位、マリモ。ありがとうございます。今日もありがとう。11位、アーさん。ありがとうございます。ありがとう。11位、メタロウさん。ありがとうございます。あれ？もしも11位で2回言った？2回言ったな。あ、もう1回、もう1回読みますね。13位、ケーセティンさん、ありがとうございます。ありがとう。12位、アーさん、ありがとうございます。ありがとう。11位、ネタロウさん、ありがとうございます。ありがとう。10位、ワイプさん、ありがとうございます。ありがとう。9位、ハギノコさん、ありがとうございます。ありがとう、今日もありがとう。8位、ゴーパブリックさん、ありがとうございます。ありがとうございました。7位、ヨダトモさん、ありがとうございました。ありがとう。6位、原田さん、ありがとうございます。ありがとう。6、こっちかな。5位、トラッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございました。4位、イケボさん、ありがとうございました。ありがとう。3位、マー君、ありがとうございます。ありがとうございました。2位、スワンヒロさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、ありがとうわでした。マー君、スワンヒロさん。ありがとうわでした。ありがとうございます。そして、1位、アンタロさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうわでした。ありがとうございます。お、やばい、あと7人だ。6000人まであと7人なのに。プ
頑張ります。ありがとう、今日も約5000人の皆様ありがとうございます。そう、メールがね、あとちょっとで送れなくなってしまうので、皆さんに返還を送らなければならないので、今日はこれで失礼いたします。ありがとう、ありがとう。みんなじゃんけんするよ。今日負けた方も勝ちましょう。これでいきます、いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。ありがとう、待っててね。バイバーイ、ありがとう、おやすみ、おやすみなさい。